自分の感覚をいい感覚を取り戻した姿を名古屋で見せれるっていうのがめちゃくちゃ嬉しいし楽しみだなっていう気持ちですね。火の鳥ふかし、好戦的なファイトスタイル、パンチキックともに破壊的な鋭さを武器に他団体5つのタイトルを制覇したモサ。この数年は結果がついてこず苦悩の連続、再起をかけた前線でも敗北。しかしそこで見えた光があった。久しぶりに楽しめましたし、ずっと楽しめてなかったんで、心技体で言ったら心の部分が返ってきたなっていう感じで。そして見つけた強さを引き出す方法、言えないけど、これは来たなっていう、いつでも絶対 100% の自分がはっきり分かったんで、もう迷うことないですね。ノックアウト以外考えないですね。今日からまた近藤兄弟復活ってことで、絶対世界一証明するんで。令和のニューヒーロー近藤海誠、兄二人と共に格闘技を始め、スター選手の登竜門 K1 甲子園で前人未到の2連覇を達成したホープ。プロ転向後も才能を見せるも、思わぬ怪我や勝負に勝ちきれない日々を過ごす。しかし歩みは止めてなかった。僕の思う頭の中にあるスタイルは今の格闘技界にはいないので、僕たちにとっては試行錯誤の日々なんで、海誠にやりたいことをびっくりしてくださいって。そして10月の K1、兄健誠が元 K1 王者に逆転勝利、弟へ復活のバトンをつないだ。お兄さんとしての役に背中見せることを、これから絶対2人で世界一証明するんで、揺らすような試合をしたい、僕も負けてられないなっていう気持ちがありました、ね、お互いが敗北を機に手に入れた力、復活の切符を先に手にするのはどっちだ。クラッシュスーパーライト級ふかし VS 近藤海誠。